なんかさ、もうこれ YouTube 終わりじゃない？なんでだ？今最近見てる動画で、あ、面白いわっていうのってあった？最近。最近ない。ほんま食ったらねえ動画ばっかりになったよね。っていうか、なんだろう、急上昇を今見てるわけ。急上昇誰が来てんの？今1位がパズドラ公式チャンネル、なんかパズドラの情報。2位、フワちゃんにバイクを届けたぞ、これヒロミ。うん。ほんで3番目がなんか鬼滅の何か、鬼滅の、まあ、なんかメドレーを弾いたらすごいことになって、まあこれはなんか面白いんちゃう、うん、で次アンタッチャブル、それも芸能人じゃん。でその次スノーマン、芸能人じゃん。で次 ABEX のなんか誰かの曲、芸能人じゃん。でその後リューチェル、芸能人だよね。もう こういうわけよ、今パーッと見てる限り。やばくない？それテレビと一緒じゃね？もうテレビじゃん、うん、テレビのつまんなくなったバージョンじゃん、これ。つまんなくなったバージョン。いやだってさ、言うてさ、まあテレビに出てた方が面白いのは面白いけど、やっぱテレビで一番面白いわけじゃん。編集もされてるし、プロがやってるし、みんなで手掛けて、まあ、テレビはね、企画もすごいし、いっぱい人が携わってね、やるから。そうそう。でも結局そういう人たちがみんな YouTube を始めまして、でテレビでかけるほどのお金はかけれないわけだから、劣化版動画を作り始めて、みんなそれを見てるわけでしょ、うん、で YouTube を見てる層の人たちはテレビはマジつまんねえとかって言いながら、 YouTube はさぞすごく面白いものだと思い込んでるけど、何も面白いことありませんね。最近何も見てへんの？自分はなんか結構、あ、かっこいいとかなんか見てなかったっけ？いやもう、なんやろ、そのエロ目的でしか見てないの。エロいなっていうのしか見ひん。エロ目的。もうあとはなんかその知識を取り入れる系とか、そんなのもあるけど、やっぱりなんか見ててハハって笑うのはない。でもこれ見てください、めっちゃ面白いんで見てくださいって言って言われたやつを見ても、やっぱなんかつまんない。なんか YouTube ってその時の気分じゃない？面白い面白くない、例えばなんか今日はこの気分だったみたいなで見て、あー面白いってなるけど、1週間後見るとしょうもねえなみたいな。わかんない、俺冷めたのかな。なんか YouTube に非常に冷めてる、今すっごく冷めてる。自分の動画ですら面白いとも思えへんし、もうなんかで、もちろん芸能人の動画もクソほどつまんないし。でも芸能人がさ、こんだけ上に来てたら、これ素人どうなんの？いやだから素人もうどんどん終わる。分かんない、何、素人と芸能人の境目もだんだん分かんないけどね。そもそも何が素人で何が芸能人か分かんない。あのゲーム実況とかいうのもクソくだらないねなんで他人がやってるゲームを見てさ、みんな喜んでんのって話よ。まあその人のファンなんだろうね。いや何がゲームじゃないんじゃない？何も面白くないよ、面白いことない。もう俺前も言ったんで、ゲーム実況なんて本当くだらないって。 でもいや、この人のは面白いから見てくださいみたいな、この人のは本当笑えるんですって出されたやつを見ても一切笑わんかった。え、じゃあ自分、じゃあうちらもゲームやってみる？やっても絶対つまんない。重たいって言ってるけど、つまんない。これ面白い。ほんで今のこれもつまんない。何も面白くないそれ文句言ってるからよ。もうやだ、もうなんやねん。したい？それ関係ねえだ。欲求不満なんかな。もう欲求不満で怒ってんのかな。もうなんかさ、いろんな何エンタメをもう見てきたやんか、今まで人生で。いろんな何この娯楽っていうものを味わってきて。味わってきたの？だから俺恐ろしい。もう娯楽というものの限界がさ、この将来、今でこそこんなにも娯楽にあふれて、もうアホみたいにもう娯楽、もう5分おきに娯楽やん。もうこれもさ、もうデジタルおしゃぶりやん、こんな。なんかもうこれがないとさ、何していいかわからんやろ。もうこれもこれな、もうこうやって5分降りる？10分、5分。なんか癖だからね。もうなんかもうなくても、何もなくても見ちゃう。今日は予定がありません、何もすることがありませんってなった日はもうずっとこれとかテレビとか、これか。それがもしもなかったらどうかしちゃうでしょ。
もうそれがもしなかったらどうなるんやろ。昔の人はそれでも本もなくて、あれもなくて何もなくてもなんかすることを見出して生きてたわけよ。いや今の時代こんだけさ、今なんていうの、みんながこれに慣れてる、持てるわけやんか。それ全部取り上げたらどうなるんやろ。いやだからみんなもうこんなん死なねえよ。死ぬよもう。何なの、なんか泡吹いてるやつやん。いやでもそんな感じになってるからな。だからでももう限界やねん、ここで楽しめる限界も。もうどんなにツイッターインスタを見ても真顔やねんこっちは。もう前はな、慣れちゃったってことでしょ。 TikTok が出た頃はな、猫とかなんか失敗する動画とか見てなはははってやってたけど、それもな、もうなんかそんなんばっかりもう見てるからな、もう TikTok もう全然笑えへんねん。もうこの間お友達とな、なんかあのお泊まり会みたいなのした時も YouTube もな、もう見てたねん。もうほんでもうみんなで YouTube を見たの。そう、衝撃的何々とかなんか何もう衝撃的映像みたいなみたいなんとか、もう全然そんなのサムネに書いててもさ、前はさ衝撃的とかなんかとんでもない事態にとかどういうことみたいなってなってたけど、もう今ははい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 もう流したね、はいはい、どうせ釣りね、うーん、なんか見たいのないなーって感じになってるわけよ。何が見たいやろ、もう分かれへん今みんな何が見たい。いやもうだから何が見たいの。俺もうこれ恐ろしいなと思う。あと30年とかしたらさ、いや30年後とかも YouTube なかったりして、もうみんななんかここに電極をつないで、もう直接快楽なんか電気みたいな、あ、歩きながら見てるみたいな。退屈になったらなんか電流を流して楽しいって無理やり思わすみたいな。そんなんせん。最悪やん。もうでもそんなんないと無理やで、もう多分。まあここで何が言いたかったかっていうと、もうそろそろ YouTube 終了のお知らせやな、これは。そやな。まあ私たちがチャンネルをやめるとかじゃないけど、もうそろそろ一通りもう全て YouTube で見れるものはもうやり尽くしてるからね。やり尽くされてるし、見尽くしたし、 YouTube 終わりや。あ、とりあえず今はまあ Netflix でも見ようかなって感じかな。今はなボスガールってやつ見てんねん。何それ。なんかほんまにあった話で、なんか安い服を古着屋さんでめっちゃ、でも実はいいやつを見つけて、それをめっちゃかっこよく着てネットでアップして高く売るっていうのを、商売を見つけた女の子のサクセスストーリーみたいな。まあつまんない。でもまだつまんないの、あんた見てるやん。 YouTube よりマシ。やっぱりリアルな人と会って話すのが一番楽しいなって思った。なんかここへ来て結局そこにたどり着く。いやほんま一番最初にあったものがこう進化していって、で結局またこう結局誰かと会って井戸端会議とかなんかするのが一番楽しいわ、話すっていう。その人と、もう同じことを何回でもええからっていうところに行き着いたから、なんかまあ申し訳ないけども、自分が楽しいなと思える人と一緒にご飯行ったりとか、そういうのはもうコロナでな、うざいな、それもまたできんくなって、なんかすごい深夜のテンションになってもた。なんかもう今から酒飲んでタバコ吸うみたいなテンションになってもたわ、ここで。まあそういう感じです。今急に思ったことを言いました。 YouTube 終了のお知らせ、また今後もよろしくお願いいたします。